はい、とじゃあ行きますか。電池の消費が半端ないな。ということで、ほどいい感じで、それか写真をちょいちょい撮りながら行くかどうか。まあでも私もここやっぱ好きだったので、ちょっと、まあ、もちろんそんな飛ばさないですけど、ちょっと自分のペースで。ああでもあれだな、なんだかんだ言って長さが長えな。さらだけど、結局私秩父側に帰るから、これでこの後もう1個 3往復ぐらいするってことか。でもあれですね、まあ3往復はいいとしても、結局今回はめちゃくちゃ特殊だと思うんですよね。本当に気をつけて、まあいつも気をつけてますけど、それ以上に気をつけないと、まあぶつかってる場合じゃないですから、本当に。で、調子こいて空気圧抜いてないから、じゃあ調子こくなよっていう話だけど、前の動画の時に言いましたけど、まあこういうのは難しいところですよね。お前何調子乗ってインドロップエセロで飛ばして走ってんだこの野郎とか、なーってなっちゃうと嫌でございますが、まあキープレフトで、まあやっぱこうアウト、アウト、アウトで前を見てっていうので、もうちゃんとしてますよ。いや、それはお前基準でって言われたらそりゃそうですけど、まあそんなこんなで。でもやっぱりですね、っていうんですかね、ぬる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 、まあ、ぬる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 って走ってるとね、面白くないと思うんですよ。まあオートマチックな、まあオートマチックってちょっと話はあれですけど、やっぱりメリハリちゃんとつけて走んなきゃねっていう。ということなんですね。そう考えると、アクセルをちゃんと開けのブレーキ、まあ、ここら辺も自分もちゃんとしないといけないところですよね。まあ、バツ10はずっとテーマですけど、まあでもやっぱりオンでもオフでもそうだな、抜き替えしてるあれは短くだよな。ちょっといつでも何でも適当に走れば適当ですけど、そうすると、まあ、いつまでもそういう感じなんで、まあ、今回は昨日に引き続きせっかく教わった、母子球ですね、オーバーランですよ。まあ母子球でちょっと乗ってみましょう。多分ここ直して、直してくれたけど、あれまた雨降ったら降っちゃいそう。
まあ、最近これちょっと入れるといいかなっていう、まあ、グラアクションことですけど、スムーズですね。あれ、ね、LED テールライトにしたの。Nさんもなんだかんだ言って好きですね。そうなんですよ。でもやっぱこれ危ねえな。うん、危ない危ない。またそれ同じ言い回しになっちゃうんですけど、今コーナー曲がるときは真ん中でしたから、そうするとタイミングよくバッて来たときにね、出会い頭だもんね。危ねえな。すっげえトレーサーだ。どうなんですかね。そうか、結果的にでもあれだよ。ん？結果的にタイヤのそのグリップ云々はもう結局ああいう、確かトレーサーもちろん100馬力以上のバイクなんで、タイヤそんな特注タイヤ履いてグリップいいよって言ってて。ね、100馬力も超えてた、それどうしようもないから。あとは滑るんだったら滑るのをコントロールしながら走るしかないっていう。でもサスペンションストローク量はもちろんオンロードで設定してあるから、まあいっか。まあそんな感じですよ。人のことは人のことですよ。ということで、母子球、まあ母子球でやっぱり乗ると確かにこうふくらはぎに負担がかかるんですけど、でもやっぱりいいと思います。すごいスタンディングで走ってるんですけど、コントロールしやすいですよ。でやっぱり、あ、じゃあ危ないよって言った時にブレーキかける時に、したら土踏まずのところでちょちょっと、リアブレーキを踏んであげると思うんですけど、なんとなくその時にパッと、そうだよね、ウェーブで乗ってたのを土踏まず踏むっていうのは、動きとしてはそんなに難しくないと思うんですよね。考えるといいのかなっていうふうに思いますね。まあでもそうやって言いながらも、じゃあ今までと同じように私こう土踏まずでスタンディングステップ解除してるんですけど、それまあでもあれだな、やっぱり究極というか、パッパッパッっていう感じでリアブレーキ入れるには、まあ、やっぱりこう土踏まずで乗せといた方がっていうということで、で、土踏まずに乗っかったまま、まあ、体を、まあ、インさせるときはやりやすいか。なかなか難しいですね。まあ、もともとでもこれは元、エンデューロの、クロスミッションアスレチックで教わったあれなんで、まあ、基本はエンデューロで使えるっていうか、なんですけど、でももちろんそれは林道でも使っていいので、考えていたのもそのスピードレンジとか、そういったものの違いがあるので、そう考えると、八王子ナンバー軽自動車、熊
バー、まあそれはいいと思いますよ。別にジムにだけが走っちゃいけないですよ。別に規制性あるわけじゃないですから。でもどうなんでしょうか。なかなか上登っていくとつづら折れになるのと、ちょっと先ほどスクランブラー走れるか走れないかっていう話にもあったように、道がデコボコしてますので、そう考えると、乗用車のサスペンションストローク量で、腹は別にポカンって打ってもいいと思いますけど、だけどそういう、まあブレーキライナーになんなりっていうのは、普通のでも乗用車は下からダメージ来ることって考慮して設計なんかしないから、だからやっぱりあれだよな、走行不能とかになっちゃうかもしれないな。でも私も何回かあるんですけど、それはそれでまあいいんですけど、普通の乗用車がこう林道を下ってくるときに、いやいいですよ、それは個人の自由なんで、途中でぶっ壊れるかもしれないっていうリスクを背負いながらも、まあそれを考えもしないで入ってくるっていうのは、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、止まらないんですよね。どこだっけな。ケミオカリとかで、ね、あーって言って、それはちょっと私も怖いですよね。シャシャシャーってこう登ってきたのに、あの乗用車がブレーキ効かないで、ロックしながら突っ込まれてきたら、ね、っていうことなんですよね。まあでもそれは自分中心にものを考えちゃいけませんから、まあ何かしら用事があって通ってるんですから。でまた話は戻って、じゃあおめえそれ分かるんだったら避けてみろよっていう、まあ、そういうことですよね。まあ特攻してくる乗用車を避ける。まあでもそれこう走りながらのシチュエーションに当てはめてみると、じゃあ本当にもうぶつかっちゃうよって時どうするかって言ったら、川にぶん投げる、そんなミッションインポッシブル、または007のビルにね、ボーンって投げて、自分は林道に残ってるよと、それ多分無理だと思うんだよ、うん、じゃあ山側に突っ込むのが一番、まあ、危ないですよね。でもあれか、登ってるんで、まあ、アクセルをオフにしてブレーキングすれば、まあ、動力自体は収まるんで、まあ、山側に逃げるしかないですね。山側にボーンって行って、まあ、接触を避ける。そこでおいどうなってんだいって言っても、多分まあそんな妄想の話ばっかりしてもしょうがないですけど、いや知らんしって話になっちゃうんで、じゃあ結局どうするかっていうと、まあオンロードでもオフロードでもあるように、まあ、危険を早く察知するっていうことですね。まあ、先を見てっていう。で、まあ、ブラインドコーナーだったら結局は極力、まあ、ごく低速で進入していけばいいわけなんで、だ結局トドのつまりは、まあ、ブレーキング能力ですよね。と危険予測。